あ、昨日何時頃だ？寝たの。ちょっと忘れちゃったけど。で、まあね、近藤組長が、近藤組長ってさ、ポンチューレーションがバンになりました。ユンパミいらっしゃいね。おはよう。近藤組長がね、このふわっち1週間バンぐらいになりました。はい。マジ、何があったのかっていうと、昨日、今ね、近藤組長、ゼロワンの家にいるんだよ。で、だっけ。まず、ゼロワンの家に、今、居候中の、だっけ、ツバニャン。それと、パルパル。まあ、このパルパルとね、ツバニャンと付き合ってて、で、この二人が一緒にいて、で、近藤組長。そして、鮫島。で、あとは、ユーノ。ここら辺がまあいるのね。今、ゼロワンの家に集合してるわけだ。それはなぜかっていうと、まあね、まあ、ゼロワンが最近ね、勢いがあって閲覧があるから、まあそこに群がってるバカどもっていう感じなんだけど。で、昨日ね、名古屋の方のその飲み屋さんに行ったんだよね。近藤組長が。その、ゼロワンとタクシーで。夜桜いらっしゃい。そしたら、その近藤組長が酒を飲みながらタクシーの運転手に、まあ、暴言吐いたりとか、あと、まあ、信号無視しろやら何やらすごかったのよ。まあ、近藤組長がまずタクシーの中で。もうそこら辺からやばいなと思ってて、こいつ。まあ、絶対バンになるだろうなと思ってて。で、その後、タクシー降りてから、まあ、夜ね、街歩いてるキャバクラのキャバ嬢とかに、おい、てめえ、愛想のような気持ちね、なんだこの野郎とか言って、まあ、そんな風にやってたの。まあ、すごかったんだよ、まあ。で、バン。で、最終的に、ドレスを売ってるような、韓国人だから中国人だかわかんないけど、フィリピン人かわかんないけど、そこのドレス屋の前でバンになってたな。勝也らしい。ただのやからだね、あんなの。ただのやから。で、まあ、なんていうかな、ゼロワンは、まあ、タクシーの中から、まあ、なだめるような感じだったのよ、近藤組長を。なだめるような感じだったんだよね、近藤組長のことを。でも、まあ、なんていうのかな、もう近藤組長がそういう感じなの分かってて、まあ、止める感じはないよね。なだめる感じはあるけど、正直あんな恥ずかしい、一緒に歩いてて恥ずかしいから、普通だったら止めたりとか、もうやめてくれっていうふうに言うけど、まあ、なだめる感じだけだったので、なお、太陽いらっしゃい。まあ、正直、あんな配信が当たり前、つうか、近藤組長の今やってることって、まあ、ニコ生時代の、ニコ生、昔ね、昔のニコ生時代のニコ生配信者が平気でまあ、やってたようなことなんだよ、簡単に言うと。まあ、あんな感じ。でも、まあ、今ははっきり言ってあんなの通用しないし、昔はね、ネット配信っていうのがマイナーだったし、サイトも限られたところしかなかったけど、あ、おはようございます。特命さん。まあ、簡単に言うと、まあ、調子乗ってるだけなんだよ。面白いという感覚が、まあ、ずれてる。簡単に言うと。近藤組長と、多分、皆さん視聴者。まあ、俺とかもそうだけど、まあ、ずれてるんだろうね。ただ単に。ピロいらっしゃい。まあ、そんなところじゃね、簡単に言うと。まあ、多分、誰もが、まあ面白いと思えば面白いだろうし、ああいう風なやりすぎなことは、まあね、赤の他人だから、正直画面上で見てる人だから、まあ遠目に見てる人は面白いなと思うよ。面白いとは思うけど、じゃあ、それを応援しようかと思うかとか、言うと多分そうではないんだよね。まあ応援できないでしょう、あんな人。ちっちゃいいらっしゃい。まあ、それは思うね。ふわっちなんか全体的にそんなもんでしょう。まあ、上を見てるとね、かかしね。まあ、金杯やら、まあ、そのさ、上っていうかさ、ここで名前が売れてる人っているじゃん。閲覧があるかないかじゃなく、ここで、知名度がある人。ふわっちだけでね、知名度がある人って、なんていうかな、一人で配信しない人多いじゃん、まず。
ミカいらっしゃい。一人で配信ができない配信者たちが多いでしょ。まあ、ゼロワンももちろんそうし、まあ、善逸はまだまともだと思うけど、例えば、つばにゃんもそうだし、朝比奈もそうだし、金梅もそうだし、まあ、これは全部一人で配信ができないから、まあ、誰かと絡んで、誰かとコラボして、その状態で放送するじゃん。そんでなんか、一人じゃ何もできないけど、まあ、何人か、ね、複数で集まれば、なんか、要はみんなで渡れば怖くないではないけど、まあ、そんな感じで放送やってるような気がする。だから昨日の結果もあるんだと思うし。お茶いらっしゃい。大手は飲んで騒いで警察だば、そうそう、そんな感じ。簡単に言うと。もうちょっと、なんか、普通に遊べねえのかな。ふわっちなんて稼いでなんぼ。だから、そうそう。がもしげ、そんな考えでいるから、面白い配信なんてここで見れないの。ふわっちなんて稼いでなんぼ。そんなことを言っているから、この配信サイトでリスナーが面白いものを見ようなんて不可能なんだよ。配信者はお金が稼いでなんぼなんだろう。だから何かをやろうが関係ないんだよ。騒ぎを起こして閲覧を増やして、その中からね、10分の1、100分の1でもアイテムが飛べばいいなと思ってるサイトだから。そんなんじゃここで面白いね、ものは見れないですよ。飲酒運転もあったみたい。飲酒運転なんてしょっちゅうみんなやってんじゃん、ここで。やってない？そんなもん。車運転してる奴らみんな大体そうじゃないの。家族いらっしゃい。ここでさ、配信やってる人たちって。酒飲みながらもさ、結局さ、黙ってさ、飲酒運転してるじゃん。そんなの多いでしょ、ここは。そう、質よりカレー。だからもうリスナーがそんなこと言ってんだから、永住。ここなんてお金稼いでなんぼだろうっていう風に、リスナーが言ってるんだよ。まず、配信者がね、金稼いでなんぼだろうって言うんだったらね、まあそれもおかしいけど、でもまあ、わかるよ。本人がやってるんだからさ。リスナーが金稼いでなんぼだろうって言ってしまうサイトなんだから、ここは。見る側がだよ。見る側が求めてるものは何かって言ったらお金を稼ぐこと、配信者がお金を稼ぐことなんぼだろうって、そういうふうに思ってるところだ。リスナー自体が配信者金稼げばなんぼだよと思ってるところだよ。ってことは、ここで面白いものなんか求めてないし、何も求めてないんだよ。だから視聴者のレベルが低いんだよ、だから。だから視聴者のレベルが低いから、あんな、なんか近藤副部長が倍になるような放送で2000人とか3000人とか来てるだけだろ。それが結果だと思うよ。謝罪配信も厳しくなるし、締め付けは今よりきつくなるだろう。まあ、謝罪配信が厳しくなるわけじゃないけどね。そもそも、あれでしょ？ながら運転でしょ？ながら運転に関しては、正直、別に罰則が重くなるだけであって、罰則が重くなるだけだからね。そうそう。罰則だけなので、ながら運転はだって罰則でしょ？重くなるっていう、それだけなんで、まあ、配信しながらは別に入らないよね。ただ操作しながらは絶対ダメでしょ。運転しながらの。停止中は別だから、停止中は操作しても平気だから、だから運転中のっていうことを考えれば、まあ、結構やってる人見るけどね、運転中にこうやって携帯電話こう触ったりとか、相手もありがとうってこうやってやってる人いるから、まあそういうのさえ気をつければ、ね、警察に捕まるだけじゃなくて、番も早いかもしれないよね。でもこのふわっちの優秀だ、優秀。夜中に通報があっても、晩にするんだもんね。早かった、昨日。早かったよ。タクシー降りてから5分もしないで晩になってたから、ここの運営はすごいよ。パイセンたちと違って、出だしが金から入った配信者がふわっちょ。そうなんだろうね。それは多分そうかもしんない。よっさんつはもうちょっとさ、なんかアイテム飛ばせば芸になってるところあるじゃん。でも、俺とか金梅とかさ、まあ、このよっさんたちって、お金を稼げない時代から配信をやってるじゃん。でね、まあ今お金が稼い、こうやって収入が入ってくるような時代、ね、投げ銭システムで入ってくる時代になったから、すごく昔と変わらない気持ちのままやってもお金が入ってくるじゃん。だから楽だと思うんだけど、もう、ふわっちから始めた人とかって、お金を目的に配信をやる人結構多いじゃん。
出だしがもうお金からスタート、お金が稼げるからやりたいな、収入があるからやりたいな、社会で働けない人間たちが、どうしようどうしようと思ってるうちにこの配信サイトを見つけたらお金が稼げる、だからふわっちでやろうって人多いよね。ランランいらっしゃい。だからあれなんかさ、あのなんだっけ、池上なんかずっとバイトやってたのにさ、バイトクビになったりとかしてこうやってやったけど、結局配信だけじゃん。まああいつも結局多分お金だけしか考えてないし、配信が面白いと思ってやってる側じゃないと思うんだ。まあああいうやつらだったりでもそうだし、まあ時代の流れですね。踏み出して時代の流れ。あ、せいじおはよう。クレイジーパピオンいらっしゃいね。まあそれは仕方ないかな。でもまあ時代の流れなので、それを否定しても何の意味もないよね。ただそれではまあ皆さんにね、楽しみを共有することはできないでしょ。まあしょうがないね。お隣さんは性犯罪者いらっしゃいね。犯罪者だけど。音反響とか。まあどうだろうな。あとね、なんか今日気持ち悪い画像来たんだけど、石川がいいことさ、今は閲覧より金になったが、俺は金より閲覧だと。アブラハムね、俺もそれはつくづく感じる。あのね、何を感じるかっていうと、君にいらっしゃい。俺ね、今月なんだけど、マックス決められました。今月、すごく、アイテムを投げる人間が、今まで以上に偏ってんの。極端に。それまでは、結構、上位で投げてくれる人たちと、中間ぐらいと、そこそこ投げてくれる人たちって、こうやって、なんか3グループぐらいに分かれてんのよ。3グループ、4グループぐらいに分かれてんだけど、今月はすごい極端に偏ってんの。ってことはだよ、一部の人間からはアイテムがもらえてる現状だけど、一部のに、ほとんどの方たちからアイテムがもらえなくなったってことでしょ。そら、ドナルド・トランプいらっしゃい。それってすごく効率が悪いことで、効率が悪いことで、長いスパンで見れば。なんでかっていうと、みんなが1万円分投げてくれたら、みんなが5000円分投げてくれれば、そうすれば、多くの方たちが視聴したときに、多分、自分が一人のリスナーがいなくなっても、痛手はこむらないじゃん。でも安定するじゃん。多分、まあ放送内容だったりとか、まあそういうものが反映してるんじゃないかなと思うし、放送時間とかも反映してんじゃないかなと思ってる、俺は。まあそれは思うね。今月、んで、あ、なんだろうな、今月前半まですげえ、やっぱりアイテム多かったけど、やっぱりだんだんと少なくなっていったの。だから、はっきり言って収入は1ヶ月で言えば、今月が多分、今のところ一番少ないの。まあ、圧倒的に。だから、まあ、それはまあ、それは関係してる。あとはまあ、閲覧数も関係してると思う。閲覧数だったりとか、まあ、ナイスの数だったりとかも、まあ、全般的に今月はすげえ少ないから、全体的に。まあ、閲覧数はあんま変わんないんだけど、ナイスの数と、まあ、アイテムは減ってるってことは考えれば、多分評価される部分は放送内容に少ないんだろうなとは思う。サンチャイルセ。放送での評価は少ないんだろうなと思って、先々月と比べるとね。それは思う。スキューサギでした。別にアイテムもいっぱいもらったから評価されてるとは思ってないのよ。ただナイスの数が明らか半分ぐらい減ってるってことは、まあ評価は減ってるんだなと、俺は分析している。分析したり、すごい研究家なんですね。違うよ、女のパパパパパパッとだよ。バディいらっしゃい。今月動けねえんだもんな、本当に。多いと思ってた。いや、今月全然少ない。半分。通常時っていうか、他の月ね、先月じゃなくて、先々月とか、その前とか、その前とか、その前とかの半分ぐらい。ってことは相当少ない。ただ、
正直